確認します。これは僕が体験した怖い話なんですけど、この間友達のゾウ、ハイエナ、ラクダ、僕の4人で心霊スポットに行ったところ、急に足に激痛が、うわー、なんとトラバサミが僕の足をしっかり加えていたのです。なのでここはマジでヤバいってことで、みんなで急いで帰宅しました。結局僕は両足切断とクラミジアの感染で済んだので、不幸中の幸いでした。そして後日みんなで僕ん家で遊んでた時に、ラクダくんがトイレに行ったところ、たまたまラクダくんの LINE 画面が見えたので、おなとの LINE あるかなーって思って覗いてみたら、なんと僕以外のゾウ、ハイエナ、ラクダ3人のグループ LINE があり、みんなお疲れ、トラバサミは甘かったね、次の作戦決めようと書いてありました。そこにラクダくんが戻ってきて、キリンくん毛が良くなってよかった、すごい心配したんだからねーと屈託のない笑顔で言ってきやがったので、これ見ても言えんのかよと、僕はテケテケ状態でラクダくん他2名にスマホ見せつけてこう言い放ちました。なんで僕だけ LINE グループハブってんの、一緒に作戦考えようよ。すると僕はラクダくん他2名から、そっちかいと強烈なツッコミを受けた衝撃で言ってしまいました。作戦大成功、生きようですー。はい、ということで今回は伝説級の死ぬほどシャレにならない怖い話の中から、いわくつきの坂に呪われた少女の顛末を描いた三年坂という話と、奇妙な出来事が連鎖して世界が崩壊する終わりの世界という話をご紹介していくぞ。三年坂。ある日の秋、私は中学校の修学旅行で京都を訪れ、目的地の清水寺に向かうために三年坂と呼ばれる石畳でできた坂道を登ることになりました。なんでもこの三年坂には、ここで転ぶと3年後に死ぬという伝説があるそうですが、ツアーガイドさんの話によると、坂の上にある清水寺には安産祈願を司る観音様がいるため、訪れた妊婦が転ばないように注意を促すために作られた伝説であるとのことでした。またこの時一足先に清水寺に着いてたクラスメイトのキリンが、おーい早くしろよと身を乗り出してたら誤って落ちてしまったんですけど、ギリ絶命だけで済んだのが不幸中の幸いでした。そんな中、私の友人が坂を登る途中で突然転倒してしまいます。その様子を見た私とクラスメイトたちは、やばいんじゃないと茶化しながら友人に手を差し伸べますが、誰も3年後に死ぬという伝説は信じておらず、転んだ友人も3年坂で転んだ私と笑いのネタにしていました。またこの時、クラスの注目の的になろうと思ったクラスメイトのキリンが思いっきり転んでみせたら、誰も反応してくれなくて、代わりに後ろの方を歩いてた先生陣がどんまいって言ってくれました。その後清水寺に到着した際、転んだ友人はバスガイドにも、三年坂で転んじゃった、私死ぬかもと先ほどの出来事を笑いながら伝えていましたが、それを聞いたバスガイドさんは転んだ友人に、お守りにと瓢箪のストラップを手渡し、転んでしまってもこの瓢箪には厄除けの効果があるから大丈夫よと深刻なトーンで語りかけていました。そんなバスガイドさんに対し友人は、そこまで気にしてないんだけどと驚きつつも、もらった瓢箪はありがたく受け取っていました。ですが瓢箪はお世辞にも可愛いと呼べるものではなかったため、友人は何かにそれをつけるなどはせず、カバンの中に入れたまま放置していました。そしてこの時瓢箪はカバンの中でティッシュ、写真、レシート、ガムのなんか知らんけど入ってる四天王と四天王の座をかけた激闘してたとか。その後修学旅行から帰ってきた私たちですが、友人は三年坂で本当に転ぶ人がいるなんてとしばらくネタにされる日々を送っていました。そんな中、クラスメイトの一人が、ところであの瓢箪はどうしたのと友人に尋ねると、友人は一応持ってるよとカバンから瓢箪を取り出し、みんなにそれを回して見せてくれました。その瓢箪には蓋がついていて、中にはカラフルな6つの小さな瓢箪と、小判や鯛、金色の浜やおちんちんシールなど縁起のいい厄除けグッズが詰まっていました。それから
時は過ぎ、4月になって付属の高校に進学した私ですが、例の友人とは別のクラスになってしまいました。またクラスメイトのキリンは私とも友人とも違うクラスになったので、私と友人はよっしゃーと緊急事態宣言で初めて学校がリモートになった時と同じテンションでハイタッチしました。そんな中、友人は高校から新しく知り合ったクラスメイトたちにひょうたんを見せながら三年坂で転んだ話をして笑いを取っていましたが、ここでひょうたんを見ていた子から、かわいいね、中にちっちゃいひょうたんが4つ入ってるんだねと言われ、異変に気づきます。おかしい、ひょうたんは6個入ってたはず。そう思った友人は、修学旅行で一緒に行動していた仲良し数人を集め、一緒にひょうたんの中身を確認してもらうことにしました。その後集まった一行で中身を確認してみると、確かに6つあった小さいひょうたんが4つに減っていた上、金色の浜屋がなくなっていることも分かりました。ですが友人は気にする素振りを見せず、まあでも所詮迷信だし、ないからどうなるってわけでもないからいいよ、見つかればラッキーぐらいだわと、ホラー映画で真っ先に死ぬ陽キャを彷彿とさせる笑顔で笑っていました。それからしばらく経ち、季節は秋を迎えましたが、友人が三年坂で転んだ月と同じ月に交通事故で亡くなってしまいました。なんでも下校中に駅から自転車で自宅に帰る途中に事故に遭ったそうで、葬儀の後、私と他の友人数名は彼女と最後のお別れをするために彼女の家を訪れました。彼女の家とお骨が置かれている祭壇には、お花や果物のほか、彼女のカバンや折れた携帯電話などが置かれていましたが、それを見た友人の一人が彼女の母親に許可を取り、カバンの中身を確認し始めました。しばらくしてカバンを探っていた友人の手が止まり、半泣きの表情で私たちの顔を見始めました。そしてゆっくりとカバンから引き出された彼女の手には、蓋と紐だけになったストラップの残骸が握られていました。ひょうたんがなくなっていたことと彼女がなくなった因果関係は分かりません。迷信かもしれない、迷信じゃないかもしれないけれど、彼女がなくなったのは事実です。三年坂を通る方はくれぐれも転ばないよう足元にご注意ください。こんにちは、あの時クラスメイトだったキリンです。この話を聞いた僕は決意しました。僕が三年坂48ってグループ作って武道館でライブやって坂の注意喚起しようって。ですがなぜか3年後に解散するビジョンが見えるんですよね。なんか草。では次の話に行きたいと思います。終わりの世界。幼少期、小さな村に住んでいた俺は、どこにでもあるような小学校に通い、男4人、女1人の仲良し5人グループで楽しい毎日を過ごしていました。そんな中、ある年の年末に、大晦日はお泊り会をして5人揃って年を越そうという話になり、俺は外泊に厳しい親をどう説得するか思い悩んでいました。また俺には毎年年越しの瞬間はしこりながらジャンプしていくという恒例行事があったのですが、今年はみんなでやろうよって言おうかどうかも悩みました。ですが外泊の話を切り出すと、親は意外なほどあっさり許可してくれたため、俺はワクワクしながら当日を待ちわびていました。きっと両親は20年越しの年越しセックスを計画していたため、俺を外に出したとみて間違いないでしょう。血は争えないものです。そして当日、宿泊場所に決まった友達の家に5人が集まりましたが、その友達の家の中になぜか親がいなかったため、俺は疑問を抱きます。ですがその時は深入りはせず、子供だけの異質な状況の中、5人は夜中まで雪合戦などをして遊び続けました。そして時刻は午前0時目前になり、時刻に気づいた友達の1人が、いよいよ年が変わるぞと声を上げ、5人で星空を見上げながら年越しの瞬間を待ちました。その時俺は例の作戦を言い出すかまだ迷っていたため、とりあえずパンツだけ脱いでみました。そんな中、俺が星空を見上げながら、来年も楽しく過ごせるといいなとつぶやくと、グループ内で一番頭の良かった友達が突然、無理だよ
ったらって僕らはここで終わりなんだから。と言い出しました。これは一見不可解な言葉でしたが、俺はその言葉を何かの絵本で見たことがある気がして、なぜ今その言葉が出たんだろうと考えました。考えているうちに、俺は本当にもうみんなと会えなくなる気がして悲しくなり、目からは涙が溢れ出してきました。そして友達との別れが嫌だった俺が、みんなどっか行くの？なら、俺も。と友達に話しかけたところ、友達は、ダメ。俺はおしまい。次の子が待ってるから。とよくわからないことを俺に告げました。そして次の瞬間、俺は突然意識を失い、気がつくと地面に倒れていました。後から聞いた話では、屋根の雪下ろしを手伝って転落し、そのまま気絶した、とのことですが、俺にはそんな記憶は全くなく、自分の記憶と周囲が話す経緯との違いに困惑しました。そして、俺が意識を取り戻した直後から、村は俺の知っている村ではなくなっており、通っていた学校の名前やそろばん塾、行きつけの駄菓子屋が全く別のものに変わっていたのです。噂では駄菓子屋の須田子さん太郎がかば焼きさん太郎に変わってて、クラスでもやったーはと歯で真っ二つに割れたとか知らんけど、また学校のクラスメイトは変わっていませんでしたが、年越しを一緒に過ごした仲良しグループのうちら年越しセックスフォーマンセルは見当たらず、クラスメイトに彼らのことを尋ねてみても、引っ越した、死んだ、誰だよそれなど様々な答えが返ってきました。それを聞いた俺は、俺が見ていたのは幻だったのだろうかと考えるようになりました。それからしばらくが経ちますが、俺は年末になると決まって庭で星を見ながらこの出来事を思い出します。仲良しだったはずのあの4人も今ではそういう奴らがいたとしか思い出せず、彼らの顔や声はどうしても思い出すことができません。こんにちは。先日すごい大きなお寺の横の池にでかい魚がいたんで、その魚狙って釣りをしてたのですが、餌のたこ焼きにヒットし、と思いっきり竿を引き上げると、なぜかいたはずの魚が消えていました。僕は3日ぶりのご飯が消えたので号泣しながら、来いーどこーと叫んでいました。すると横で座禅組んでた全裸のおっさんが、こっちだついてこいというのでついていきました。するとそこは球場で、ここどこですか？もう少しで始まるからな。最近調子良くてな。ってその恋じゃねえんだわ。え、じゃあお前もしかして、へへ、大物釣れちゃいましたね。恋のペナントレースプレイボールです。はい、ということで今回は伝説級のシャレにならない怖い話の中からホラー映像を撮影するために山に入った青年たちが不気味すぎる体験をする心霊動画撮影というお話をご紹介していきたいと思います。では行く、始まり。当時18歳だった高校生の俺は、夏休みに友人の T と O と偽のホラー映像を撮影して動画サイトにアップし、視聴者を釣ろうという計画を立て、取り立ての免許を活用して車で近くの山までやってきました。そして山に到着し、俺が車のトランクを開けたところ、なぜか中にキリンの顔をした男が入ってて、エロ本が撮れる日本の山100選2021年版調査中とのことだったので、トランクそっと自しました。釣り動画の内容は、俺と T がカメラを回しながら心霊スポット探索をする中、女装した O が一瞬だけ映像に映り込むが、俺と T はそれに気づかないまま探索を続けるといったもので、山道の途中でいい感じにそれっぽい雰囲気が漂う小屋を発見した3人は、その近くに車を止め、周囲が完全に暗くなるまでゲームなどをして待機しました。その間、女装した O がキリン男に、男の子とか言って襲撃されましたが、 EDM かけたらヒュンっつって逃げていきました。それから2時間ほどが経過し、辺りが完全に真っ暗になったので、女装した王を先に小屋に待機させ、俺と T はカメラを回して適当な心霊話をしながら山道を歩き、王が隠れている小屋に近づいていきました。ですが小屋まであと10メートルほどの距離まで近づいた時、小屋で待機していた王が、やばいやばいやばいと叫びながらこちら
ちらに全力で走ってきました。この時俺と T は何が何だか分かりませんでしたが、王のあまりの必死さにつられ3人は車まで全力で逃げ帰りました。その後3人は車に乗り込みますが、王は早く車を出せ、ここはやばい、逃げねえとと大声でわめき、それを聞いた俺は車を発進させ来た道を戻ることにしました。その時道端で機関車トーマスのプラモデルにまたがり、石炭をケツに投入して乗れって叫んでるキリン男がいましたが素通りしました。それからしばらく車を走らせていると突然ドンと車の天井に何かが落ちてきたような音が響きました。なので俺は確認のために車を止めようとしたのですが、その時王が止まれな、早く走らせろというので、俺はしぶしぶ車を再発進させようとしました。ですがそんな中、助手席に座っていた T が俺の腕を引っ張り、おいあれと助手席側の窓の向こうを指さしました。 T が指す方向を見てみると、なんと森の中から20人ほどの人たちがうつむきながらこちらに近づいてきていたのです。彼らはゆっくりと歩いているように見えましたが、なぜかかなりの速さで進んでおり、それを見た俺は全身の毛が逆立つような感覚に襲われ、全身から汗が吹き出してきました。まあ僕の考察によると、多分靴底にローラーついてるスニーカー履いてたんだと思います。なんけど異変。その後俺は車を急発進させて来た道を戻り続け、通りがかったドライブインでようやく車を停車させました。そしてそこで缶コーヒーを買って一息つきつつ、王にあの時一体何があったのかを尋ねました。王の話によると、小屋の裏手で待機していたが、近くにボサボサ頭の老婆が立っていた。老婆にそこにいられると撮影に支障が出るため、近づいてどいてくれるように頼んだ。すると老婆はものすごい力で王の腕を掴み、森の奥に連れて行こうとした。そんな中で森の奥に目をやると、先ほど見た大勢の不気味な人たちがこちらに向かってきていることに気づき、身の危険を感じたため老婆を蹴り飛ばして2人に合流したとのことで、老婆や大勢の人たちが何者だったのか、普通ではないということ以外わからないとのことでした。今回の件はいろいろと不可解な体験でしたが、答えは求められそうにもなかったため、その日は解散になり、その後この話はなんとなくタブーの話題のような雰囲気になったため、それ以降3人ともこの話には触れないまま夏休みを過ごしていました。そんなある日、俺が別の友人とカラオケで夜を明かし、早朝に自転車で帰宅していた時のこと、なんと両手にお盆を持ち、その上に水が入ったコップを乗せてどこかに歩いていく王の姿を目撃しました。俺は王に声をかけますが返事はなく、王はそのままどこかへ行ってしまいました。その日の午後2時、俺と T の元に王からとにかく家に来てくれと電話があり、王の家に行ったところ、あの日撮影した動画を見せられました。ですが見せられた動画は3人の記憶とは大きく異なっており、撮影を開始してから20分程度3人が無言のまま座席に座っている。その後3人は無言のまま車外に出るが、カメラは車に置きっぱなし。そこから約15分後、あの時王を連れ去ろうとした老婆が車に近づき、ニヤニヤと車内を見渡した後に森に戻っていくという内容が映し出され、老婆が見えなくなったあたりで焦った様子で車に駆け込んでくる3人の姿が収められていました。この時焦って車に戻ってくるという部分だけは3人の記憶と一致していましたが、映像の中の王はなぜか女装しておらず、普通の服を着ていました。ここで普通の服着ると可愛くないかなと王が悩んでる雰囲気あったっぽいので、俺は今度心が女になった王に湘南美容クリニックの紹介してあげよって思いました。その後映像の一部始終を確認した俺と T があまりにも記憶と異なる内容に混乱していると、王は続けて、昨日の夜寝てさ、気がついたらなぜか A 川の端のところでお盆の上に水の入ったコップを乗せて立ってたんだよ。俺そんなことした記憶全くないのに。でさ、わけがわからないまま家帰ったら急にあの動画を見なきゃって気持ちになって、見たらあの状態だったからお前たちにも見せた方がいいと思ってさと二人に説明しました。それを聞いた俺も、実は今朝王を見たこと、声をかけても反応がなかったことを話し、その後は動画が入ったフラッシュメモリを近所のお寺に見てもらおうという流れになり、早速近所のお寺を訪ねました。呪い。
対応してくれた和尚さんに事情を話すと、最初は半信半疑だったものの、動画を見せると態度が一変し、しばらくの間考え込んだ後に和尚さんが、このカードを預からせてくれないかと提案してきました。俺たちはこんな気味の悪いものを手元に置いておきたくなかったため、二つ返事で和尚さんの提案に同意し、メモリを和尚さんに預けた後に連絡先を伝えてお寺を後にし、その日はそのまま解散しました。また帰り際の和尚さんの頭のテカリ具合が心なしかマット仕上げになっていたのが気がかりでした。そして翌朝俺が目を覚ますと、なんと今度は俺自身が昨日の王と同じように水の入ったコップを乗せたお盆を手に取って A 川の橋の上に立っており、また横には同じものを持った放心状態の T も立っていました。その後俺は T を揺すって意識を戻し、 T を連れて家に帰って王に電話すると、王はすぐに俺の家まで駆けつけてくれました。それから3人で話し合い、もう一度お寺に相談してみようという運びになり、3人でお寺に向かいました。お寺に着くと和尚さんはすぐに対応してくれて、3人から事情を聞いてしばらく考え込んだ後、3人とも、もうこの一件は忘れなさい、これさえ持っていれば大丈夫だからと俺らにお守り袋を渡してくれました。和尚さんは何かを知っていそうな様子でしたが、俺たちは深く追求しない方がいいと判断し、深追いはせずに和尚さんの言う通りにしようと決めました。またそんな俺たちに和尚さんは、あの日3人は山までとある呪術をかけられた、朝無意識で川に立っていたのは川を通して呪術の続きを送り込まれていたからで、水の入ったコップが呪術の受け口になっていたようだ。このまま呪いを受け続けていた場合、無事では済まなかっただろう。渡したお守りは3人の居場所を呪いの元からわからなくする能力を持ち、1年が経つ頃には呪いの痕跡そのものが消えるため、その後は大丈夫だろうと説明してくれました。結局誰のどんな呪いなのかという点は教えてくれませんでしたが、それを聞いた俺たちは不安から解放され、そのまま各自の家に帰宅しました。また帰りに俺がコンビニに寄ったところ、店内のお弁当棚の前でお布団引いて廃棄待ちしてるキリン男を発見し、これが呪いの慣れの果てなのかとため息をつきながら帰宅しました。その後3人は高校を卒業し、バラバラの進路を歩みましたが、和尚さんの言いつけを守ってお守りを肌身離さず持っていたおかげか、あれ以来不可解な出来事には襲われず、全員無事に暮らしています。こんにちは。先日僕のお気に入りの勝負おパンツと海岸で遊んでいたところ、おパンツが風を感じたいなぁというので、僕は特技のおパンツ波動ブーメランでドゥルリャーと日本海側に向かってスローウィング、そしたらたまたまノルウェー近海から来日していたクラーケンを八つ裂きにしてしまい、現在地域住民の皆さんにイカポッポをお裾分けしてまーす。ドバタ焼き系 YouTuber ビリです。はい、ということで今回は悪臭に満ちたウジ虫だらけのアパートで起きた悲劇が綴られているニタルネルの伝説のスレッド、おいら俺のアパートが祭りかもしれんをご紹介していきたいと思います。始まり。2005年9月の朝6時、最初にスレ主は、自分が住んでいるアパートの廊下がウジ虫だらけになっている、そのアパートの大家も異常に気がつき、警察や管理人の立ち会いのもと、原因とおぼしきスレ主の隣人の部屋を開ける準備をしていると書き込みました。さらにアパートは4階建てで9部屋ある、2階には2部屋あり、それぞれの部屋に自分と隣人の中年男性が住んでいるなどと説明した後、3、4日前から今に至るまで隣人の部屋からザリガニとウサギ小屋の匂いが混ざった悪臭が漂っていたため、お香を焚いて匂いをごまかし続けていたと話します。ちなみに僕はこのスレを見て、昔ウサギ小屋でルームシェアをしていたザリガニ人間のゲンさんを素揚げにしてかぶりついた日のことを思い出しました。またスレ主によると、隣人はアルコール中毒で、夜になると酒を飲んで一人で騒ぎ、大暴れした際には警察が対応していたそうなのですが、隣人はアルコール中毒を治療するために病院に通っているという理由で逮捕されなかったのだそうです。そんな説明の後、スレ主はアパートの廊下の写真をアップしたのですが、廊下にいたはずのウジ虫は大家によって全て撤去されてしまったらしく、写真に全くウジ虫の姿が写っていなかったため、ウジ虫を期待していたスレミンは失笑し、あるスレミンは、お前の目にウジが湧いているんじゃねえのと強い怒りをあらわにしました。なお一部のスレミンは、廊下にウジ虫が多数いたということは、その原因
原因を作った隣人の部屋はウジ虫だらけの可能性があり、隣人が生きている可能性は極めて低い。隣人は部屋の中で死体となって転がっており、ウジ虫の餌になっているのではないかなどと考察していました。写真と謎の水たまり。それからスレ主は10分ほどスレを離れて大家と交渉した後、隣人の部屋のドアと撤去済みのウジ虫の写真を入手したことを報告し、2枚の写真をアップします。しかしそのウジ虫はスレ民たちの想像以上に大きかったようで、多くのスレ民はあまりのおぞましさに吐き気を訴え始めます。そのおぞましさは僕が普段電車のボックス席に座った時に周囲に与える不快感と全く同じでした。そして中にはウジ虫を見て自身の食欲が刺激されたことを笑いながら書き込む異常なスレミンも見られましたが、一部のスレミンは至って冷静に、ウジ虫がこれほどまでに大きく成長できたのは隣人の死体を食べたからだろう、ウジ虫は隣人を食べ尽くした後さらなる餌を求めて外に這い出てきたのではないかといった推測を始めました。またスレ主によると、隣人のドアの隙間や通気口からポロポロとウジ虫が這い出ているらしく、ポストの穴から隣人の部屋を覗いたところ、床はウジ虫で埋め尽くされており、謎の黒い水たまりができていたそうです。そんなスレ主の行動力を知ったスレミンは悲鳴や笑い声を上げた後、スレ主が話した黒い水たまりの正体について、隣人の体から垂れ流された赤い体液、腐ったまま部屋に放置された食べ物や生ゴミから垂れ流された液体などと考察を始めました。そんな中、ウジ虫が湧いた部屋の掃除をする業者に同情をするスレミンや、家賃下がったら俺そこに引っ越しするわと強気な意見を書き込むスレミンも見られましたが、正常な感覚を持つスレミンはスレの内容やアップされた写真に気持ち悪さを覚え、このスレが釣りであることを祈り続けていました。なお僕も当時みんなを代表して自分自身をアヒージョにして自宅の神棚に祭り、このスレが釣りであることを祈り続けていました。疑念と新たな写真。ここで一旦スレが落ち着いてしまったため、スレ民たちはスレ主に対して追加の写真のアップや、大家のマスターキーを奪う、窓から突入するといった方法で隣人の部屋へ侵入することを求め始めます。すると数十分後にスレ主が姿を見せ、アパートにはマスターキーは存在しない上にベランダがないため、自分の部屋から隣人の部屋に突入することは不可能だと書き込んだ後、黒い水たまりの正体として提唱されていた腐ったまま部屋に放置された食べ物や生ゴミから垂れ流された液体といった説に対し、隣人はゴミの収集日を無視して常にゴミを捨てる癖があったので、ゴミから出た液体ではないと否定しました。これは前世ゴミ収集者の僕としては、ゴミ収集日はちゃんと守れや、オンドレアーって感じです。それからスレ主は、大家が隣人の部屋の前にいるため写真を撮ることが困難である、時間は不明だが部屋が開放されるのは不動産屋と鍵屋が揃ってからだろうといった書き込みや、隣人はこのスレを建てる1週間前から姿を見せていない、今までは悪臭こそ漂っていたもののウジ虫が出たのは今日が初めてだとも書き込んでおり、これらの書き込みを見たスレ民たちはスレを開いたせいで食欲が失せてしまったことを報告したり、隣人は孤独死をした可能性が高いと話しました。その可能性の高さは、サッカー部でリフティングはめっちゃ上手いけど試合では補欠のやつが一人はいる確率と同じでした。またマスターキーが存在しないことに不信感を抱き、このスレは釣りであると考えるスレミンや、実はスレ主が犯人なのではないかと疑うスレミンも見られたのですが、そんな中午前9時にスレ主は新たな写真と動画を入手したと報告し、ポストの穴から撮影した部屋の写真をアップしました。これに対しポストの穴は、やめー中を見ないでーと乙女心全開で必死の抵抗をしたかった心境だったかもしれません、知らんけど。そしてその写真には黒い水たまりがしっかりと写っており、スレ民たちは恐怖心をあらわにして騒ぎ始めました。中には解像度を上げて写真を確認したスレ民もいたのですが、どうやらそこには背筋が凍りつくほどおぞましいものが写っていたそうで、そのスレ民は、これはまずい、お前ら関わらない方がいいよと忠告していました。ちなみにスレ主はスレ民からの要求に応じて部屋の間取りのイラストも公開したのですが、そのイラストはあまりにも雑だったらしく、多くのスレ民から失笑され、建築業に携わっていることを自称しているスレ民からは理解しがたい絵だなと罵倒されてしまいました。その後スレ主は不動産屋と鍵屋がもうすぐアパートに来ると報告し、ほんのわずかな間スレ民たちと和やかなやり取りを楽しみました。そして当時
時僕もなんか和やかな雰囲気にふわふわしちゃって、気づいたら体が綿あめになってました。結末、そうこうしているうちにスレヌシはもうすぐ自身のアパートに区役所の人と不動産や鍵屋が来て隣人の部屋に突入すると書き込みます。それからスレヌシは約1時間後に不動産屋と鍵屋が来たことを報告すると、来たので見てきますと言って一時的にスレから離れたのですが、実際に来たのは消防車の救急隊員だったようで、その約2分後に死んでると投稿しました。するとその投稿を機にスレミンたちは盛り上がり始め、室内の撮影を試みるスレ主に対して根性で撮れ、気合で何とかしろと根性論を振りかざし、写真のアップを心待ちにします。そしてスレ主は救急車の写真と救急隊員の写真をアップしたのですが、それから間もなく写真撮れた、写真撮れたよ、気持ち悪いと書き込み、1枚の写真をアップロードしました。この写真は現在閲覧することができないのですが、写真を見た当時のスレミンたちが、首がない、吐きそうになった、なんだこれマジかよ、フランしてるなどと書き込んでいることから、その写真には黒い水たまりの中に倒れている首のない中年男性のフラン死体が写っていたと想像できます。そんな写真がアップされた後、衝撃を受けた一部のスレミンは釣りであってほしいと必死に願い続けたのですが、スレ主は至って冷静に、釣りじゃないですよ、普通にありえない、釣りなら釣りでもういいです、気分悪いと書き込み、後に突如として襲いかかってきた吐き気と腹痛、頭痛に苦しめられたと報告したため、スレミンたちはこれは釣りではないということを確信し、一斉にスレ主をいたわり始めました。またあるスレミンが全てのスレミンたちに亡くなった隣人に向けて黙祷をすることを提案したため、その場にいるスレミンたちは黙祷をしました。その後スレ主は最後の書き込みにします。正直後悔ばかり残ってしまいました。関わった皆様にご迷惑かけたことをお詫びします。ただただ申し訳ないの一言です。やっていいことと悪いことの区別がつかない自分を恥じていきたいと思います。長々とお付き合いいただいてありがとうございます、ごめんなさいと自身の行動の浅はかさを謝罪し、スレから去っていきました。こんにちは。これは僕が体験した恐怖のずんどこエピソードなんですけど、こないだ隣の家に綺麗なバラが咲いてあったので、マヨネーズかけて食ったんですよね。そしたら隣の家の住人が、何してんだこの鬼頭人間と言いながら領域展開110番通報してきやがったんで、こっちも負けじとジップファイル多項式展開してやったんですよ。そしたら僕はなすすべなく逮捕されて、その場には PDF ファイルと A2乗-B2乗が残っていました。ちょっと何言ってるかわからないです。はい、ということで今回は旅行中に投稿された謎の写真、謎の場所から撮影された奇妙な景色、凶悪犯とおぼしき人物が立てた恐怖のスレッドといった息が止まるほど怖い2チャンネルのスレッドを3つほどご紹介していきたいと思います。テイク。詳細不明の闇深写真、 Y 田舎者東京に遊びに来た。Y 田舎者東京に遊びに来たは2017年12月の午前9時に建てられたスレッドで、はじめにスレ主は、あえーすっごいという言葉とともに、旅行先の東京都葛飾区で見られる柴又大釈天というお寺の写真をアップロードしました。その後スレ主はスレミンたちとやり取りをしながら旅行を続け、柴又大釈天の入り口や通りがかった店の看板猫のほか、テレビドラマ男はつらいよの主人公車虎次郎ことトラさんの銅像の写真をアップロードしていきます。また今年は虎年ということで、僕は思い切って狙ってるタイガーマスクのケツに愛を込めて鉄柱突っ込んだところ、角度が辛いよと言われ新年早々振られましたとさ。そしてこの時のスレミンたちは柴又大釈天の厳かで美しい佇まいや看板猫の可愛さに魅了されており、スレッド内はまるで猛鉄1年目のような穏やかな空気が漂っていました。それからスレ主は早めの昼食を取るために蕎麦屋に入店し、そこで注文した大盛りの蕎麦と天ぷらの写真をアップロードしたのですが、写真をよく見るとスレ主と同じテーブルの前に座り食事を取ろうとするスレ主の友人とおぼしき人物の体が映り込んでおり、スレミンたちはスレ主は一人で旅行をしていると思い込んでいたため友人の存在に驚き始めます。それはそれは三森のご意見番がハリーからコージに変わった時くらいの驚きだったと言われています。
しかしスレ主はそんなスレミンたちをガン無視し、食事を終えると次は大正末期に建てられた歴史ある施設山本邸に向かいました。そしてその建造物から見える丁寧に管理された庭を眺めながら、お茶と和菓子に舌鼓を打ち、施設内の一室をアップロードします。なお、この時キリン仮面の女将が茶筅で頭皮マッサージしながらガブ飲みメロンソーダを差し出してくるという珍事もあったとか。ですがその約1分後、スレ主は何の説明もなく狭い個室で膝を抱えて座っている謎の若い男性を収めた不可解な写真をアップロードしたのです。この写真に対しスレ主は、ミスって部活の友達の写真あげちゃったと慌てて書き込んだ後、自身の旅行先の写真を次々とアップロードしていき、最後は期間中に見かけ単語という書き込みとともに横断歩道と建物の張り紙の写真をアップロードし、スレッドから立ち去っていきました。それからというもの、スレッド内に残されたスレミンたちは闇が深すぎる不可解な写真に対する恐怖心をあらわにし、スレ主にこの写真の説明を求めたのですが、現在もスレ主からの説明がないため詳細は謎に包まれています。そしてこの事件の真相についてはおそらく、全裸しこしてたら急に引き戸シャッと開けられて慌てて体育座りの練習してる風に見せたんじゃないかなと、巷で話題になってたらいいなと思いました。矛盾だらけの恐怖の写真、存在しない旅館。存在しない旅館は2017年1月に建てられたスレッド、Y の部屋の窓から見た風景の俗称で、このスレッドはスレ主が部屋から撮影したとおぼしき1枚の写真をアップロードするところから始まります。しかしスレ主はそれっきり何も書き込まなかったため、スレッド内にいた特定班たちは危機としてスレ主がいる建物の特定に乗り出します。そして手始めに写真の後方に写っている松浦医院という病院の看板を発見すると、特定班たちは松浦医院の住所と公式ホームページを即座に特定しました。また19番目に書き込んだ特定班の一人は、部屋って言ってるし家じゃないなと言い、スレ主は自宅ではなく旅行先に滞在していると推測します。それから特定班たちは、特定の速さに恐怖心をあらわにするスレミンや、スレ主の心情を察するスレミンを尻目に、福岡県にあるお寺妙正寺とおぼしき建物や、遠くの方に見えるケース電気らしき建物の看板など、特定に必要な情報を集め続け、徐々にスレ主の旅館に迫っていき、ついにスレ主が宿泊しているとされる旅館を特定しました。しかしここで48番目に書き込んだスレミンが、旅館やったら屋根が直接映らんくないと言い、航空写真を使いながら旅館の位置と高さ的に考えて、旅館の部屋の窓から写真を撮っても前方の高い建物に邪魔されてしまう、だからその奥の建物の屋根を撮影することはできないといった写真の矛盾を指摘します。それから特定班たちは、こうした矛盾を解消するために書き込みを続けたため、良心的なスレミンたちから、特定してどうすんだよクソ野暮なやつやねえなどと罵られるのですが、100番目に書き込んだスレミンが、というかその宿営業してないでガチでと恐ろしいことを口にしたことで、スレッド内は完全に凍りつきました。また全然関係ないんですが、家族で映画見てるときエチエチなシーン流れたら、空気は凍るけどお父さんと自分の股間は熱くなることあるよね。またその2ヶ月後、105番目に書き込んだスレミンが特定された旅館に足を運び、本当にその旅館が廃業していたことを報告しました。どうやらこの旅館は、かつては有名な劇場に出演するスターも利用する有名な和風旅館だったそうなのですが、2009年に閉業してしまったそうです。こうしたことからスレ主はスレミンや特定班たちを怖がらせるためにあえて写真を投稿したのではないかと考えられているのですが、その目的や撮影方法は今なお分かっていません。異常をきたしたスレ主の凶行、私の知らないでしょうか。私の知らないでしょうかは2015年に建てられたスレッドで、はじめにスレ主は何かを紛失したことを報告します。それから首かなと物騒なことを冗談半分で書き込むスレミンや、カバンの中探してみーやと親切にアドバイスするスレミンが書き込みをしたのですが、それに対してスレ主は、首は確認しましたがありました、カバンには耳しかないですといった奇妙なことを言い続けました。ちなみに僕のカバンの中には使い切り乳首が入っていて、出先で乳首忘れた時なんかは重宝してるんですよね。
またスレ主の反応を面白がったスレミンが本棚に小指があるんじゃないかと書き込んだ際は、本棚にはいつも右手ですのでありませんでしたと言い、ついで紛失物の大きさは右のポケットにちょうど入るぐらいだと新たな情報を提供しました。それからスレミンが足の指10本がちょうどポケットに入りそうだといった意味の書き込みをすると、足の指は新しくしたのであまり嫌ですね、今度の園芸会で使うために新しくしつらえたのですがこれは嫌だと思っていますという意味のわからないことを言い続け、別のスレミンが僕の右手知りませんかと逆に質問した際には、私は右手はよく鏡に映して調べていますね、私も忘れっぽいので私たちは気が合うかもしれませんねといった支離滅裂なことを平然と語り始めました。なおこの時僕も、僕の青春知りませんかと質問したら、知らないしそれはもう取り戻せないと返され、キーボード反応しなくなるくらい泣きました。さらにスレ主は、机の中を探せばいいと言ってきたスレミンに対し、机は先月泥棒に盗まれてしまったと返したほか、紛失物の匂いについて尋ねられた際は、紛失物は桃の天然水を冷やしてカラーコーンに注いだ時の匂いがすると語り、紛失物の実在の有無について言及されると、実在しないのはおかしいです、実在していたので確かにあるはずなんですが、実在していることになりますよね、でしたら実在しているはずです、前も鏡で確認しましたからと答えました。そしてこのスレ主の回答には、普段マジックミラー号で車中泊生活している僕も高速でサイドブレーキ上げ下げしながら固唾をガブ飲みすることしかできませんでした。その後もスレ主は整合性のない言葉を書き続けながらスレミンたちとやり取りしたのですが、スレッドの44番目に書き込んだあるスレミンが、あなたは誰ですかと言った途端、突然スレ主は、やめて、消してください、これ消してね、消して、消してくださらないと服の中に堅牢なもので無理になってしまいますなどと連投し始め、ついで、お前警察とグルなんだろう、もういいです、警察に行きますなどと言い、一時的にスレッドから姿を消しました。ちなみに僕はこの時リアタイで警察犬やっていて、サイバー事件の匂いを嗅ぎつけましたが、ちょうどビタワンがついてたとこだったんで一旦スルーしました。こうしたやり取りを目の当たりにして恐怖を覚えたスレミンは、44番のスレミンに書き込みの削除を求め始め、その約1時間後に警察署から帰ってきたスレ主が再度スレッド内に姿を見せたのですが、スレ主は再び削除の要求を続け、最後に許さないという怨念に満ちた言葉を残し、スレッドから立ち去っていきました。また多くのスレミンはスレ主をからかうように、あなたは誰ですか、見つかりましたかと書き込んでいたのですが、一部のスレミンはスレ主の言動に対する強い恐怖心をあらわにしています。また同じ頃僕も、お金配りおじさんの新恋人発覚についてどう思いますか、ランチパックなら何味ですかと書き込みましたが、華麗にスルーされています。ちなみに現在このスレッドはスレ主による釣りの可能性が高いとされているのですが、一部のネット上の記事では、スレ主は自身がバラバラにした誰かの死体の一部をなくしてしまい、ネット上でその在りかを聞こうとしたのだろうと考察されています。足のようですか、超チルなカッパ。こんにちは。先日僕は北京オリンピックの熱が冷めやらぬ最中、北京市内にて全裸トリプルコーク1440を長補正ベニヤ板に乗って練習していたところ、中国マフィアの本拠地に誤って激突してしまい、なんやかんやで地下ニューリンピックの格闘技バトルコワイヤルに強制参加させられる運びになったではありませんか。1回戦目の相手は武田鉄矢の中国拳法使いキムパチと当たり、僕は試合開始早々、このバカチンガーと徹夜裏剣で隣国のモンゴルまで吹き飛ばされてしまい、そのままなんやかんやでモンゴル相撲界の屈強な老兵に嫁入りする運びとなったのっす。国をまたぐ嫁さん兼 YouTuber K です。はい、ということで今回は一通の不可解な手紙を発端に、一人の女性の人生がゲーム感覚で壊されてしまう様子が綴られた2チャンネル屈指の闇深いエピソード、リアルライアーゲームについてご紹介していきたいと思います。てか手紙。2003年10月16日、2チャンネル掲示板の身の回りで変なことが起こったら実況するすでというスレッドに、変な手紙が届いたのでアドバイスをもらいたいという書き込みが投稿されました。なんでも投稿主に届いた手紙には、背景〇〇様、初秋の子、お変わりなくお過ごしのことと存じます、逆この度は私どもの主催するゲームにご参加いただけることになりまして、会員ともども大変喜んでおります。ここ2年応募される方がおらず、大
変退屈しておりました。略ゲームの内容は至って簡単、10月23日午前0時まで〇〇様がご無事であればウィナーとして賞金300万円をお支払いさせていただきます。それ以外の場合はバッドエンドといたします。略ルールは極めて簡単、海外逃亡以外は何をしても構いません。逃げ回るのも抵抗するのも叱るべき機関に相談されるのも構いません。かっこ途中棄権解約は不可。とにかく何卒10月24日までご無事にお過ごしください。略資金として20万円振り込ませていただきました。少額ではございますがご活用ください。略ご検討お祈り申し上げます。敬具と丁寧な文体で記載されていたそうです。なお丁寧語師範代であるタラちゃんがこの書き込みを見たところ、文章なら死んでくださいですと丁寧にすれ荒らしたんだとか。また投稿主は手紙を受け取った直後は手の込んだいたずらだと思っていたものの、口座を確認すると本当に20万円が振り込まれていたため怖くなって警察に電話で相談をしたそうなのですが、まともに取り合ってもらえずすがる思いで2ちゃんにアドバイスをもらいに来たのだと言います。そしてこれを読んだスレミンたちは投稿主に対して手紙の消印の地域を確認したらどうか、手紙を持って警察に行ってみてはどうか、新手の闇金かもしれないから注意するようになど様々なアドバイスを送ったのですが、投稿主曰く手紙には切手が貼ってあったものの消印はない、電話口の警察の態度的に何か実害があってからでなければ動いてもらえない様子だった。闇金の件も警察に確認したが形式的に闇金とは異なる入金の形だったとのことで、アドバイスから事態が進展することはありませんでした。バッドエンド。その後投稿主がスレミンたちと今後の動きについて話し合っていると、投稿主の元に突如非通知から電話がかかってきます。その時投稿主は恐怖から電話に出られずにいたのですが、しばらくすると着信は留守電に切り替わり、相手から何らかのメッセージが録音されました。さらにその直後投稿主の居住地と同じ横浜市からの発信を示す045から始まる番号から2の1文字だけが書かれたファックスが送られてきました。そして投稿主がこれらの出来事を報告するとスレミンたちからはファックスに書かれていた2は2チャンネルを表していて、手紙の差出人は投稿主が2チャンネルに相談していることに気づいて警告を出しているのではないかという推測と、とりあえず留守電を聞いてみるべきだという意見が多く寄せられました。またこの時噂では小手判明錦織 K と名乗る謎の麒麟仮面の人物から、トリマン2の手前にマッキーで FC と書いてもらえませんかねとの伝統の書き込みがあったとか。そしてスレミンたちに押される形で投稿主が恐る恐る録音されたメッセージを再生してみると、男の声で2日目、逃げないのという不気味な音声が再生され、これを聞いて恐怖に耐えきれなくなった投稿主はタクシーを呼んで警察に駆け込むことにしました。この時時刻はすでに深夜1時を回っていたのですが、スレミンたちは投稿主に対し徹夜で付き合うから頑張れ、動向を知る人間がいた方がいいのでとりあえず親族友達あたりに連絡しよう、もし追っ手が全裸麒麟仮面だった場合表参道原宿方面に逃げろ、奴はチー牛だからビビって追ってこれないと前向きな言葉やアドバイスを送り元気づけていました。そしてスレミンたちの言葉を受け投稿主は近隣に住む友人に数回メールを送ったのですが、時刻が深夜だということもあり返事が来ることはありませんでした。それからしばらくしてタクシーが到着すると投稿主は準備ができました、必ず報告します、励ましてくれた人に感謝してますと言い残し2時過ぎに失礼を去りました。しかし投稿主が去ってから30分ほど経過したタイミングで投稿主と全く同じ ID から全部読んだよこいつバカだな早く逃げればいいのに、まあでもここ頭いいやつもいるんだな、結構鋭いよ、もう少し楽しめる予定だったんだけどまあいいやバッドエンドという書き込みが投稿され、以降はこの ID からの書き込みが途絶えてしまいました。関係者。投稿主からの書き込みが途絶えて半日以上が経過した10月17日の夜、スレ内にはまだ続報を待つスレミンたちがわずかにいたものの、大半のスレミンたちはあの書き込みは釣りだったのだろうと判断しており、スレ内ではクポーッとお尻開き入れ食いムードがボヤー
と漂っていました。しかしそんな中、マサトと名乗る人物が突如スレに現れ、昨日の主の書き込みはおそらく釣りではない、実際に何かあった可能性が高いので投稿主のことを茶化さないでほしいと意味深な書き込みを投下しました。そして何らかの事情を知っている様子のマサトに対し、スレミンたちが素性や知っている情報の説明を求めると、マサトは自分は主が昨夜メールを送った友人の彼氏で、彼女の携帯には深夜に主から数十回の着信と、今から行っていい、警察に連絡してと書かれたメールが7つ届いていたが、携帯をマナーモードにしていたため連絡に気づくことができなかった。実際に主は昨日の夜以降行方不明になっている。自分はもともとオカルト系のスレを定期的に覗いており、偶然彼女の友人のものと思われる書き込みを目にしたので、関係者としてスレに名乗り出ることに決めた。ネギシに行くとトロロ麦飯をおかわりしすぎて牛タンを堪能しきれん、腹パンパンやでと自身の素性や知っている情報をスレミンたちに説明しました。また彼女の元には警察から投稿主の失踪に関する情報提供を求める連絡があったそうなのですが、これに関してマサトはおそらく主が出勤しないことを不審に思った職場の人間が主の両親に連絡を取り、両親が警察に通報したのだろうと説明しました。その後スレ主たちがマサトに対して一連の出来事に対する見解を求めたところ、マサトは自分も主とは深い関係があるわけではなく、主のことを考えるといい加減なことも言えない、自分からはまだ事件解決に向けた行動は取っていないと、マサトは普段からコーラ開けるとき万が一吹き出してもいいように一旦裸になる、我々股間締め付け隊の警戒心くらい慎重な返事をしました。そんなマサトに対しスレミンたちからは、この事件に積極的に関わる気がないなら主のことはなるべく早く忘れるべきだが、関わる気があるならこのスレを警察に見せるべきだ、本当に人一人が失踪しているなら匿名で雑誌社や新聞社に連絡を取ればどこかは食いつくはずなので連絡を取るべきだ、進んで行動することが事件の早期解決につながるかもしれないし、動かずにいると後から後悔することになるかもしれないというアドバイスや、お前は一体何がしたいのか、行動にリアリティがないからネタにしてももう少し工夫が欲しいなど釣りを疑う声が寄せられました。そしてこれらの声を受け、マサトは事件解決に向けて動き出す決意を固め、投稿主の失踪から丸1日以上が経過した10月18日の午前7時頃、スレミンたちとのやり取りを記録したフロッピーを持って警察に向かいました。なおこのフロッピーを受け取った令和警察官メタデジタル氏がお尻でフロッピーの読み込みを試みた結果、長年悩みだった字がオーバーヒートして焼け落ち、古代文明ビエンガオカドスコイノスケと叫んでたとか叫んでないとか。捜査。それから約14時間が経過した10月幾日0時頃、ようやく帰宅したマサトがスレに報告に現れました。マサトが言うには、まずはすぐ近くの交番に向かったが、パトロール中だったようで誰もいなかったため、最寄りの警察署を訪ねたところ、優しい担当者に話を聞いてもらうことができたとのことだったのですが、最終的に警察からは被害者として大して面識のない人物にインターネットの情報と状況証拠だけを持ってこられても本気で捜査するわけにはいかない、こういった事例に一つ一つ対応していては警察の人手が足りなくなってしまう、一応そういう話があったということだけは記録しておくと、警察署に行ったマサトはまるで一日署長キリンに向かって突っ込んできた飛び棒にピーポくんがかました裏剣くらい突っぱねられてしまい、そのまますぐに帰宅することになったそうです。しかしそれから少ししてマサトの元に違う区の警察署から、主の失踪事件について話が聞きたいから来てほしいと電話があったため、マサトがその警察署を訪れて事情を説明すると、警察からは主の失踪はプライベートな事柄だから君はもうこれ以上何もしなくていい、事件性の有無はこちら側で決めると暗に、これ以上勝手な行動をとって騒ぎを大きくしないでほしいということを告げられてしまったそうです。さらに警察とのやり取りが終わった後、マサトの元に彼女から今すぐ来いと電話があり、マサトが彼女の元を訪れると激怒した彼女から、なんでお前が警察に行くの、話をややこしくするなバカと注意されてしまったそうなのですが、情報を共有するために彼女にスレを見せた上で自分が知っている情報を話したところ、投稿主の失踪の裏にある不気味な背景を知った彼女はひどく怯えていたそうです。また彼女が事件に関して
投稿主の両親と連絡を取り合っていること、すでに事件が警察によって捜査されていること、キリンメンの男が北京オリンピックを終え、次の2026年イタリア・ミラノの冬季オリンピックの会場を目指しスキージャンプで飛び立ったことなどが分かりました。そして警察の捜査の結果、現在までに失踪当日、投稿主は電話で警察に相談をしていたが警察署には来ていない、投稿主の口座には実際20万円が振り込まれている、当時投稿主は確かに自宅にタクシーを呼んでいたが、運転手に確認を取ったところ、タクシーに乗り込んできた人物は投稿主とは違う人物だった上、警察署ではなく遠目の駅に向かった、投稿主の家には何者かと争ったような痕跡や物色された痕跡がなかった。2026イタリア・ミラノ冬季オリンピック会場を目指しスキージャンプで飛び立ったキリンメンの男が飛ぶ角度を誤り地中海に沈んだということが分かっていて、現在警察は事件性半分、自発的な失踪半分で捜査を進めており、もう少し調べてみないことには本格的な捜査に乗り出せないということでした。瞑想。マサトから報告を受けたスレミンたちからは、警察はたとえ被害者の身内であっても捜査段階では情報を漏らしたりはしないはずなのに、タクシーの運転手に確認を取ったというのはおかしい、ボロが出ている、ちゃんとオチを考えてほしい、トリマタケル VS 那須川天心戦の勝敗予測キボンヌなどと釣りを疑う声が多く寄せられました。しかしそれらの意見に対しマサトは弁解などせず、別にどう思われてもいいが、スレミンたちにはお世話になったので分かったことを正直に書いているだけだと誠意にあふれた返答を送っていました。また釣りを疑う声が目立つ一方で、事件を進展させようと協力的な意見や質問を送るスレミンたちも多く、彼らからは主が最後に書き込んだ時間が深夜2時13分、主と同一の ID からバッドエンドの書き込みがあった時間が2時46分、この30分の間に犯人が主を拉致または拘束している可能性が高く、わざわざ証拠になりいる書き込みを残していることから、犯人は常軌を逸した人物だろうという推測や、主が失踪する直前のバッドエンドの書き込みをはじめ、連れで起きていた一連の出来事を彼女を通して両親に伝えるべきではないか、主のパソコンが事件性を証明する重要な証拠になる可能性が高いので、今のうちにマサトができる限りの行動を取るべきではないか、マサト&ムサシチャンネルムサマサでは、もっとムサシのセクシーな唇を映した方がチャンネル登録者が伸びるのではないかなどのアドバイスが送られました。そしてこれらの投稿に対しマサトは、スレで起きたことをそのまま両親に伝えてしまうと精神的にかなり負担をかけてしまう可能性が高いため控えたい、ただ両親はバッドエンドの投稿については知らないようだが、手紙の件だけは警察から伝えられてすでに知っているようだと返答し、その後は心身ともに相当疲弊していたのか、頑張ったのですがもう限界です、今日は寝ます、中途半端でごめんなさいと書き残して、その日はスレから姿を消してしまいました。またこの時スレ内ではあの手紙を両親警察ともに把握していて、実際に人間が一人消えているのになぜニュースにならないのだろうかと警察やメディアの対応を疑問視するとともに、再び釣りを疑うコメントが投稿されたのですが、同時に表沙汰にならないからみんな知らないだけで、全国で同じ文面の手紙を残して失踪している人が数百人に上ってたりしたらすげえ怖いと、事件の裏により恐ろしい闇が隠されている可能性を見出して戦慄するスレミンも存在しました。なお僕もこの時極度に戦慄してしまい、それ以来頭戦慄です。結末。その後事件は一切の進展を見せないまま時間だけが過ぎていったのですが、投稿主の失踪から6日が経過した10月22日の13時頃、すでに再びマサトが現れ、今日主が見つかったと電話がありました、どうやら無事みたいです、今晩にでも改めてご報告しますとスレミンたちに報告しました。この突然の吉報にスレミンたちは大いに盛り上がり、様々な予想を立てながらマサトが再びすでに訪れる時を心待ちにしていました。またこの時僕も首を長くして待っていたのですが、首を長くしすぎて天界まで到達してしまい、天使ガブリエルに邪魔と言われスパーン行かれています。そしてマサトは約束通り22時頃に再びスレに訪れると、失踪事件の件ですがネタだと思われている方は不快だと思いますので読み飛ばしてくださいと一言添えた後、事件について次のように報告しました。昼間無事と書き込みましたが、正確には少し違っていました。経過と今の状態をお知らせします。主は昨夜遅くに発見され病院に行ったそうです。
現場は近隣の人でかなりの騒ぎになったようなので、発見場所や発見当時の状態は主を特定されてしまうかもしれないので伏せさせていただきます。身体的にはかすり傷一つなく少しやつれたくらいとのことです。ただ瞬きをする回数が極端に少なく、目の粘膜が乾いてしまっている上、話もできず何事も反応を示さなくなってしまっているようで、ご両親が話しかけても無反応のようです。ただ何度か私は私であなたではないとつぶやいたそうなので、声が出ないわけでもないようです。病院の先生も身体的には普通の健康状態なので、あとは根気よく治療することと時間が解決してくれるのを待つしかないとおっしゃられているそうです。以上がマサトからの報告なのですが、その後彼は今後について、僕も彼女もこれ以上この件には首を突っ込むつもりもないので、これ以上のことは分かりませんし、正直僕も忘れたいと思っています。また先ほどの報告は主の両親から聞いた話で、僕が実際に主に会ったわけではありませんと語った後、スレミンたちに対して、心配していただいた方本当にありがとうございました、アドバイスしていただいた通りにして今は良かったと思っています。主の発見とは直接関係がなくても行動を起こしたことで少し報われる気がしています。自己満足ですけど、無事とは言えないまでも主も帰ってきたわけですから。そしてご迷惑かけた方、不快に思われた方、本当に申し訳ありませんでした。これを最後に今後二度と書き込みは行いませんのでお許しください。お世話になりました、さようならと自身の心中や感謝の気持ちを伝え、この言葉を最後に以降すでに姿を見せることはありませんでした。またその直後、全裸麒麟仮面ワクワク何から何が出るかなオフ会スレが立てられましたが、小手半名ワクワクさんカッコ全裸の一人語りのみでスレは更新されていったとのこと。残された謎。こうして事件は一応の幕引きを迎えたのですが、その後事件に関する一連のやり取りがリアルライアーゲームとして様々なまとめサイトに転載されると、その闇深さから2チャンネル屈指の神ホラースレとしてネット上で大きく話題になりました。そしてまとめスレを通して事件を知ったネットユーザーたちの中には、残された謎について考察を行う人々も多く現れました。ということで最後にこの事件に関する考察の中でも特に重要と思われるものをまとめ、いくつかご紹介していきたいと思います。犯人の正体。まず犯人に関する情報はほとんどつかめていないものの、投稿主と同じ ID でバッドエンドの書き込みを残した、イコール主の家に入り込み主のパソコンを使用した、イコール主が一人暮らしであることやライフスタイルを知っていた可能性が高い、主の居住地と同じ横浜市からファックスが送信されていたという点から、犯人は主と同じ職場の人間や友人である可能性が高い。ワンチャンキリンマスクをかぶってこんにちはと発狂してる童貞インフルエンサーVTuber の中の人かもと考えられています。また手紙の文体や発見時の主の様子から、犯人は自信家かつ人を傷つけることに罪悪感を抱かないサイコパスという人間性の持ち主であると見られています。失踪後主の身に起きたこと。発見された主には目立った外傷がなかったものの、呆然自失状態に陥っており、私は私であなたではないという言葉を繰り返していたことから、主は犯人に拉致された後ひどくショッキングな光景を見せつけられた、薬物を投与されたなどの方法で精神に大きなダメージを与えられた後、洗脳を施されそうになったのではないかと考える人も存在しています。ゲームの結果について、スレはゲームの結果について言及されないまま幕引きになっているのですが、犯人からの手紙には10月23日午前0時までご無事であればウィナーとして賞金300万をお支払いさせていただきますと記載されており、最終的に主は外傷がないまま22日に発見保護された上で23日を迎えているため、主はゲームをクリアしており、口座には安全太郎の1日の電気代相当額である300万円が振り込まれているのではないかと考える人も存在しています。しかしその一方で、主には外傷こそないが無事とは言えない末路をたどっているため、ゲームは失敗だろう、そもそも犯人はどんな結果であれ賞金を振り込む気はなかったのではないか、なぜ犯人はウィナーではなくウィナーというのか、2022年空前のウィンナーブームが来る前触れなのかといった意見もあり、残された複数の謎と同様にゲームの結果や賞金の行方もその真相は謎であり、ちいかわの鎧さんの素顔同様未だ明らかになっていません。こんにちは。
これは僕が体験した恐怖のずんどこエピソードなんですけど、僕が住んでいる村ではやってはいけない禁忌があるらしく、恐ろしいことになるそうなのですが、僕のおじいちゃんは内容を教えてくれないのです。そんなある日、僕はガブ飲みメロンソーダをいつもならガブ飲みするところを今日に限ってはキャップについでチビチビ飲んでいました。すると、ピーピーと村中に警報が鳴り響いたではありませんか。すると、近くでザリガニ取って遊んでたおじいちゃんが村人たちを引き連れてダッシュで僕を取り囲み、そうか、ガブ飲まずに禁忌を犯しおったか、ならば仕方ない。キリンが飲むって噂、アイワサワサベイビーワサワサプープー、ワサワサベイビーワサワサプープーといった具合で、そのまま村を挙げての大宴会。高齢化が進んだ限界集落は久方ぶりの飲み会に盛り上がり、手上げ。朝には高血圧で村が全滅しました。いつまでも大学生気分じじい、アリアイピーです。はい、ということで今回は2チャンネルで語られた伝説級の恐ろしい話、人間をついばむカラスはすぐ殺せについてご紹介していきたいと思います。ではいく、始まり。東北のとある部落に住む俺が幼い頃、祖父に寝かしつけられていると、祖父は頻繁に人間をついばむカラスはすぐ殺せと眠りそうな俺に語りかけていました。それを聞いた俺は、子守歌にしてはちょっとスパイス強めと思いつつも、祖父のその発言に対して、でもそんなカラスは一度も見たことがないし、カラスは人間が近づくと逃げていくよと幼い俺は疑問を呈します。それを聞いた祖父は、見たことがないならいいと俺の疑問に答えた後、だけどもし見つけたのなら絶対に殺せと付け加えました。祖父の発言が抽象的で現実味がないことを感じた俺は、なぜ人間をついばむカラスを殺さなくてはならないのかと祖父に理由を尋ねるのですが、毎回祖父はその質問に答えることはなく、俺が眠りに落ちるまで祖父は必ず沈黙を貫きました。また時には祖父の入れ歯の上と下を入れ替えてみたり、入れ歯をカスタネットにして遊んでみたりもしましたが、やはり祖父は沈黙を貫くばかりでした。そして次の朝、俺が目覚めると、祖父の話への関心はなぜか不思議と薄まっていたため、俺が再び祖父に質問することはありませんでした。そして俺が成長して高校生になった頃、俺が学校から帰宅して自宅にいると、祖父が、人間をついばむカラスを見つけた、これから殺しに行くからお前も来いと鬱そうなことを言い、俺にカラスを殺しに行くための準備をするよう促します。昔から人をついばむカラスの存在や殺す意味に疑問を感じていた俺は、部活で疲れているから嫌だ、それにカラスなんて放っておけばいいじゃないかと祖父の提案に反対します。ですが祖父は、部落の男が総出でカラスを探しているから、お前も探さなければダメだと俺の意見を却下し、俺も確かに部落の年寄りの男も参加するのに自分だけ行かないのは気が引けると感じたため、俺はしぶしぶ軍手をつけ、祖父から渡された草刈り釜を握りしめました。準備を終わらせた祖父と俺が自宅近くの林まで歩くと、部落長の早乙女さんがすでについており、人をついばむカラスの捜索を行っていました。早乙女さんによると、カラスはまだ見つかっておらず、昼間に子供たちがカラスに襲われたことがきっかけとなり、部落の中で大きな騒動になったとのことでした。また同時刻、村八部にされてたキリンおじさんがテクノブレイクで行ったとのことですが、それは全然気にしなくて OK とのことでした。祖父は早乙女さんに対して軽く会釈をすると、早乙女さん、今部落の男で来れるやつはみんな来ているんだろ、まだカラスは見つからないのかと現在の状況を尋ねます。すると早乙女さんは、カラスは子供を襲った後どこかに隠れてしまったらしいけど、人を襲うカラスはバカだから我慢できずにすぐに出てくると答えました。早乙女さん曰く、人を襲うカラスは相当知能が弱いらしく、人を見つけるとなりふり構わず襲ってくるため、人を襲うことに夢中になっている間に草刈り釜で簡単に殺せるとのことでした。またたまにカラスではなく襲われてる人の首をはねてしまう可能性もあるらしいのですが、早乙女さん曰く、まあそれはそれでいいじゃんとだいぶアバウトでした。そして早乙女さんが人をついばむカラスについて非常に詳しいと感じた俺は、以前から疑問に思っていた、なぜ人をついばむカラスは殺さなくてはならないのかという質問を早乙女さんにしました。すると早乙女さんは非常に言いづらそうに、まだ学生だから気にしなくていい
難しいことは考えなくていいと回答を避け、最後に口で伝えるのはダメなんだ、見せないとと何か意味ありげな発言をしていました。早乙女さんの発言に要領を得なかった俺は、見せるってカラスをと尋ねるのですが、やはり早乙女さんは後ろめたそうに、とにかく口で伝えるのはダメだ、お前が二十歳になってまだこの部落にいたら教えてやるとだけ言い、子供を襲ったカラスの捜索を再び開始しました。これを聞いた俺は、全然何にも教えてくれない早乙女さんにちょっとイラッとしたので、今度早乙女さんの残り少ないサイド魚を鎌で少し買ってやろうと思いました。異変、俺の祖父、早乙女さんの3人で林を突き進み、奥にある森へとたどり着くと、空気も冷たくなり、虫の声も聞こえてくるようになりました。俺は自然を感じながら、部活で疲労した体を休めていると、別の方向を探していた祖父の、なんてことをしてくれたんだ、このクソ穴が、この大バカが、と普段ではありえない口調での怒声が聞こえてきました。おそらく160センチだった祖父は、ネット上の170ない男は人権ない発言にブチ切れたんだと思います。俺はいつもと違う祖父の様子に驚きながらも、早乙女さんと一緒に声がした方へと草木をかき分けながら進んでいきました。すると俺の視界に頭部がはげており、肉体が腐り落ちている女性の首を吊った姿が飛び込んできたため、驚愕した俺はその場で情けない叫び声を上げてしまいました。そして女性の変わり果てた姿に動揺する俺をよそに、祖父は女性に対し延々に、よそ者が、大バカがと暴言を吐き続け、早乙女さんも生前の女性に怒りの感情を見せながら、手に持っていた鎌を女性に投げつけました。なお早乙女さんが投げた鎌は見事眉間に刺さったので、これを見た俺は、このエイム力、今度エイペックスやらせてみようって思いました。俺は死体に対して倫理に欠けた行動を重ねる二人に驚いたことや、死体を見てパニックになっていたことで思わず、何してんだよと二人に向かって叫びました。ですが二人はよほど死体に対して憎悪を募らせていたのか、俺の呼びかけに答えることはなく、早乙女さんも、もう遅い、カラスが見つからないのはこのクソ雨のせいだと死亡した女性に向かって暴言を吐き捨てました。その後二人の声を聞いた周囲の大人たちが駆けつけると、他の大人の中には二人と同様に罵声を浴びせる人もいれば、死体に対してうろたえる人もいました。早乙女さんはかなり興奮していたのか、もうすぐ夜が来るから、できれば今日中に雲を見つけなければならないと唾を飛ばしながら皆に告げ、早乙女さんの発言に合わせて周りの大人たちと俺は帰宅しました。そして俺が家に帰ると、玄関先で仕事を終えたばかりの父が出迎えに来たものの、祖父から事情を聞いた父は俺に声をかけることなく、明日すぐに雲を見つけなければならないとだけ言い残し、すぐにその場から去ります。俺は周りの大人の異様な態度に疑問を抱きながら、その日は眠りにつきました。そして俺はふと深夜に目が覚め、横を見るとキリンおじさんが、まだ起きてる？好きな人誰なん？と修学旅行乗りだったので無視して寝ました。人をついばむカラスが発見されてから翌日の早朝、俺は寝ていたところを父に叩き起こされ、父に、これからドスコイ神社に行くと言われました。ドスコイ神社とは正式な名称ではなく、部落の子供が一度はその神社内で相撲を取って遊ぶことから、周囲の人間たちからドスコイ神社と呼ばれている比較的小さい神社のことを指していました。急にドスコイ神社に向かうと言われたことで、俺は昨日のカラスの件だと察し、父に、昨日のこと？と尋ねます。すると父は、そうだと俺の質問に対して断言し、ドスコイ神社に行けば人をついばむカラスのことがわかると続け、例のカラスのことは二十歳になった時に見せるという風習がある、俺はまだ若いし怖がらせたくないから見せなかったが、お前は妙に落ち着いているし見せても大丈夫だろうと、今まで人をついばむカラスのことを俺に隠していた理由を告げました。そして父は俺に部活を休むように言うと、顔を拭くための濡れたタオルを俺に渡しました。俺は自身の部活の大会が近かったものの、父や祖父、部落の大人が過剰に反応する人をついばむカラスのことを知れると思うとさほど気になりませんでした。俺と父でドスコイ神社に向かう際、人間をついばむカラスって妖怪か何かなの？と俺は以前から抱えていた疑問を父にムッとぶつけました。すると俺の質問に対して父は、カラスは普通のカラスだ、
けど俺たちが殺さなきゃいけないのはもう別の、となぜか最後の方に言葉を濁すのでした。俺は父の煮え切らない態度に疑問を覚えながらも、それ以上は追求せずに歩いていると、いつの間にかドスコイ神社に到着しました。また到着するや否や、麒麟仮面の不審者が土俵横で干してた回しを舐め回している姿が目に入りましたが、みんなで素通りしました。父は鍵を取り出して本殿の錠を開けると、炭の香りが漂うだけで、そこには何もない空間が広がっていました。俺は想像と違う光景に困惑しながらも、部屋中に視線を向けていると、茶色いはずの壁が所々黒く塗られており、巨大な絵が描かれていることに気づきました。絵は右側から順に物語のようになっており、まずはじめに炭で描かれた真っ黒な鳥が巣を作り、その巣から黒い卵が生まれる様子が描写されていました。そしてその卵が割れると、人間のような何かが出現し、周りにいる普通の人間を殺戮するおぞましい光景が描かれています。最終的に黒い人間のような何かは雲に囲まれ、大きく両腕を広げている姿が天井に残されていました。このあまりにも現実離れした猟奇的な絵を見た俺は、なんだこの絵、気持ち悪いと A の嫌悪感を示します。そんな絵を気持ち悪がる俺に対し、父は石碑に書かれた文字読めたか、流暢な文体で読めたもんじゃないが、お前も高校生だから読めるだろうと言い、あそこには口伝はダメだという口伝と書かれていると石碑に書かれていた内容を説明しだしました。さらに父が、お前はがっかりするかもしれないが、俺を含めじいちゃんや早乙女さんも本当のことは何も知らないんだと続けたことで、絵の内容をあまり理解できなかった俺は、人をついばむカラスが産んだ卵から出てくる化け物が人を襲うってことはなんとなく理解できるけど、でもわかんないよと父に対して絵に関するより詳しい説明を求めました。またついでにこないだ背広から落ちてきたキャバクラの名刺についての説明も求めましたが、父が5000円札をすって渡してきたので無事解決。しかし父は、お前がこの絵を見て感じて解釈したことが全てなんだ、口伝はダメだと俺への説明を断った後、だがなこれだけは口で伝えることになっていると言い、懐中電灯で壁の下の方を照らしました。光に照らされた箇所をよく見ると、そこには太い字で人間と書かれており、俺が人間と発声すると、父はこれは人間と呼ぶ、これから殺すんだとだけ返答しました。遭遇。俺が人間に関する絵を見た日の夕方、ブラック獣の家の玄関先に植物を育てる時の支柱を2本立て、そこに蜘蛛の巣を張ったものが設置されていました。俺はその異様な光景を見ながら、まるで変な規則のある宗教団体のようだと感じました。そして俺が、あの絵の通りなら人間を殺すのは蜘蛛ってこと？と父に尋ねると、父は、そうだな、みんなそう思ってる、と返答します。ただ、その時俺の脳裏に、あの絵を描いた人ってバカだよね、絵じゃなくて文章で残せばよかったじゃないか、という昔の人間の行動に対する疑問がよぎりました。ですが、父は俺の発言を否定せずに、その通りだな、けど頭が悪かったから文章では残せなかったんだよ、と父なりの見解を語りました。その後祖父は他の家の蜘蛛の巣の作成を手伝い、父と俺は自宅の前に蜘蛛の巣をこしらえ終えると、父はいつも以上に無口なまま風呂場へと向かいました。そして風呂から上がった父はムダ毛を全部剃り、たまにしか履かないカルバンクラインの勝負パンツを履いており、相当な覚悟ということが伺えました。その日の夜9時、俺と父と母で祖父の帰りを待ちながら夕飯を食べていると、ドタドタと慌ただしい足音を鳴らしつつ、勢いよく祖父がヘッドスライディングで茶の間へ飛び込んできました。祖父は息を切らしながら、大変だ、早乙女さんがやられた、人間だと叫び、鮮血に染まった祖父のシャツが何より異常事態であることを告げていました。事態を理解しきれずに固まる母と俺を尻目に、父はぶっきらぼうに頭をかきながら、親父どういうことだ、早乙女さんはどうなった、と祖父に尋ねます。すると祖父はパニックになったのか、死んだ、完全に死んだ、これを見ろ、早乙女さんの血じゃ蜘蛛じゃ人間を殺せなかった、とまくし立てる一方で、父は極めて冷静に、落ち着けって、あそこには孫もいたはずだろ、どうなった、
と状況の説明を祖父に求めます。祖父はそんな父の対応を受けて冷静さを取り戻したのか、家族はみんな公民館に逃げて無事だった、だから見回りを担当していた俺に早乙女さんの様子を見てくるように言われたんだが、体が穴だらけにされて血を吹き出してやられていた、と事の経緯と自身が目撃したものを説明すると、凄惨な死体を見たことを思い出したのか、祖父はその場で嘔吐しました。そして次の瞬間、カンカンカンと部落の住人たちに緊急事態を告げる消防の鐘が鳴り響き、人が腐ったかのような匂いが辺りに漂い始めます。俺は昨日の腐った女性のことを思い出し、動揺を隠せない中、父はこの匂い外からするぞと匂いの出所を突き止め、すぐに瞬足に履き替え物置に向かって走り出しました。この非日常的な出来事に俺と祖父と母は面食らい、その場に固まっていると、急にドンと玄関の扉が何者かに叩かれます。一同が固唾をガブ飲みしながら扉を見つめていると、母がポツリと人間とつぶやきました。その瞬間、ドンドンドンと何者かが狂ったように扉を叩き続け、バリンと扉が破壊される音とともに、俺たちの目の前に人間の姿をした真っ黒な化け物が現れました。人間らしき怪物に左腕はなく、その代わり右腕は言葉では表せない極めて異常な動きをしていました。俺は眼前に広がる異様な光景に恐怖するのですが、母はそれ以上に動揺しており、両手を目の前で慌ただしく動かし、その場から立ち去ることができないほどパニックに陥っていました。人間は母と同様に動けないでいる祖父の方を、顔とおぼしき部位を通常ではありえない方向にねじって視線を向けると、明らかに祖父に狙いを定めたように右腕をうねらせました。その時、どけ離れろと父が物置から汲んできたガソリンを人間に浴びせるのですが、人間は全くひるまずに祖父へ触手のような右腕を伸ばします。しかし父がガソリンを浴びた人間に火をつけると、まるで人間のようにもだえ、全身を炎に覆われながら床を転がりました。父はそんな人間を見ながら、これが幽霊とかじゃないならこれで死なないとおかしい、殺せるなら死なないとおかしいと、まるで自分に言い聞かせるようにつぶやきました。床を転がる人間は叫び声を上げることなく、穴の開いた風船のように勢いよくしぼんでいき、炎とともに跡形もなく消えました。結末、父と祖父が人間を焼却した際の火の後始末をする中、俺は公民館に避難した住民たちのメッセンジャーとしての役割を担い、事の顛末を語りました。最初は信じられないといった様子の住人たちでしたが、人間に破壊された俺の自宅や早乙女さんの凄惨な死体の状況から次第に現実を受け入れていきました。翌朝、俺は昨日と同じように父によって朝早く起こされると、父は疲れているところ悪いが今からドスコイ神社に行くと言い、俺に準備するよう促しました。俺は昨日の人間の一件が関係していると察し、早く起こされたことに一切文句を言わず父についていきました。ドスコイ神社に向かっている最中、父は、あの絵、俺は前から思っていたんだが、雲が人間を殺すんじゃなくて雲を目印に人間が襲うんじゃないかと、部落の中で今まで考えられてきた解釈とは異なる解釈を語りました。そして神社に着いた俺と父は再び絵を見つめながら、父は絵に対する考察を続けます。もちろん他の人に言ったが誰も同意してくれなかった。なんでそう思わないのか不思議だった。だってそうだろ、あの絵の描かれ方だとまるで雲は人間の手先みたいじゃないかと、人間の周りを囲む雲の絵に視線を向け、父は今まで秘めていた思いを語りました。俺は父の話を聞き、それはそうかもしれないけどさと言いながら再び絵に視線を落とすと、あることに気がつきます。俺は自身の考えをまとめながらゆっくりと口を開き、父ちゃん、今思ったんだけどさ、この話って天井から始まるんじゃないのと言いました。この絵は右から読むと、人をついばむカラスが産んだ卵から血しぶきを上げて人間が帰り、人間を殺戮した後に雲に囲まれて倒されるといった物語だと読み取れます。しかし俺の思いつきの通りに天井から読んだ場合、雲を従える人間が次々と人を殺害し、カラスの黒い卵によって血しぶきを上げて死ぬ
という解釈が当てはまるようになります。そして俺の発言を受け、父はまじまじと絵を見つめ直すと、本当は逆だったんだとポツリとつぶやきました。そして父は、人をついばむカラスが人間を産むんじゃない、そのカラスの卵が人間を殺すものだったんだと、絵が伝えている本当の内容についての推察を行いました。もし俺と父の推察が的中していた場合、部落の人間たちが長年にわたって行っていた対応は、人間がより人を襲いやすくするための行為だったことになります。本当に人をついばむカラスの卵が人間を殺すのか、あの事件以来人間が出現しなかったことから、俺は確証を得ることはできませんでした。しかし自宅の前に蜘蛛の巣を張ったにもかかわらず人間に襲われたことから、今までの部落での絵の解釈は誤っており、その解釈によって早乙女さんが死ぬことになったと俺は考えるようになりました。またこの事件の後、部落の子供にカラスを殺せと教えることはなくなり、むしろカラスを放っておくように育てる大人が増えたそうです。そして現在は亡くなった早乙女さんの代わりに、早乙女さんの息子が部落の長を務めており、早乙女さんと同様に周囲の人間から好かれているとのことです。